豚魚豚。チャップチャップ、ブーブー。スーイスイ、ブーブー。ねえ、ポック。豚魚豚のプックが言いました。なあにポックは冷たい水の中を気持ちよく泳いでいたのをやめて振り向きました。 海の上に行ったことはあるかいプックは見上げました。水は明るく輝いてゆらゆら揺れています。ないねえ。ポックも見上げながら言いました。考えたこともなかった。プックは面白いことを考えるね。 そう。なんで今まで考えたこともなかったんだろうって今思ったんだ。行ってみないプックの提案にポックはちょっと怖い気もするなぁと正直に言いました。そうだよね。僕は怖いんだけど見てみたいと思っちゃったんだよ。だからちょっと行ってくる。 ポックもみたくなったらおいで」。プックはスイーッとおよぎはじめました。ポックはおよいでいくプックをながめながら「うーんまだぼくはゆうきがないなぁ」と思いました。プックはどんどんのぼっていきます。 だんだん暖かくなっているような気がします。キラキラ眩しいものの正体が何なのかドキドキしてきました。一度泳ぐのをやめて立ち止まってみました。そこに泳いでいる魚たちは今までに会ったことのない魚たちでした。 その魚たちも、フックを見ながら、通り過ぎていきます。世界は広いのだなあ僕は魚は僕たちしかいないと思ってた。そう思っていたら、ドンわっ何かに当たり、びっくりして心臓が口から出そうになりましたが、 よくみるとポックでした。わっ、プック、よかった、ぼくもいくよ。ポックはどうやら気になってプックをおってきたようです。2匹はきょろきょろしながらまたうえをめざしました。さっきよりはドキドキせず、だんだんわくわくしてきました。 そして、ついに水の一番上まで着きました。ん二匹は鼻をにょっと出してみたところ、水ではない感覚に初めて出会いました。水じゃないまた少し潜って二匹は顔を見合わせました。 どういうことなんだろう息ができなかったそういう世界があるのもう一度落ち着いてせーので出ました今度は顔までするとまぶしいこと2匹は息を止めてゆっくり目を開けて あたりを見回してみました。慣れるのに時間はかかりましたが、水の中では見たことのない景色をしっかり目に焼き付けました。二匹は黙って来た道のりを一緒に帰りました。すごかったね。僕が なぜか小声で言いました。うん、なんかすごかったね。プックもなぜか小声で言いました。二匹はもう一度上を見上げました。今まで想像していなかった。ずっと見上げていたキラキラの正体。 初めて見る魚たち。水の中ではない世界。まだまだ知らないことはいっぱいあるみたい。プックとポックはまた二匹で楽しく泳ぎ始めました。こうして二匹の豚魚豚の一日が終わりました。 そして、また別の日。ねえ、ぼく。おやおやぷックがまた何か変わったことを思いついたようです。次は何を言い出すのやら。おしまい。